今日もね寒いのでみんな気をつけてください。めっちゃ目乾燥する。暖房つけてるから。みんな YouTube 見てね。投稿したから。ゆゆいけん。見てください。昨日はお話し会もあってみんなとたくさんお話しできて楽しかった。お話し会ありがとう。そっか、今日月曜日か。普通にみんなお仕事の時間だよね今。普通に考えたら。まるで美女漫画のなんとかみたいに目が大きいです。メイクしたからね今日は。目大きいです。お話し会はすごいみんなと明けましておめでとうのお話とかライブのお話とかね、いろいろして。明日公演、そう明日公演なんですけどね、体調不良の子が多いから心配。私も去年の7月にコロナになってちょっともう免疫がね、もしかしたら今までずっと免疫あったから元気だったけど元気なくて、風邪ひいちゃうかも。でももう引くときは引くので仕方ないですが、メンバーもね。今のところ私は元気。今のところ私は元気です。でも昨日帰ってきてからすごいなんか寒気がして、でなんかまあ雨降ってたじゃん。雨降っててちょっと濡れちゃったの。だからもしかしたら風邪ひいたかなって思ったけど全然元気でした。普通にお風呂入ったら治った。みんなも風邪ひかないようにしてください。寒いよね。ナナスは風邪ひかない。いや、ひきます、ひきます。私、まあ、ひきづらい方だけど、なんかしょっちゅうさ風邪ひく友達とかいるんですけど、なんかあやばい今日も体調悪いわみたいな。私はそうではないけど、まあ年に
まあ、1、2回ぐらいはダウンします。ので油断禁物ということで、今日めっちゃなんかメイクいい感じ、いい感じっていうかすんごい上がったまつげ。ありました。寒気団来て昨日より12度くらい寒くなった。今日寒いのかな、どうなんだろう。今日の気温、今日の気温とか言って出たらすごい。今日の気温何度ですか、教えて。最高気温8度。え、結構高くない？それ。割と。高めだよね。高くないか昨日より4度低いんだ。いやそりゃ寒いわ。寒いね。今晩の最低気温はマイナス1。え、マイナス1度やばいね。マイナス1度タワーありがとうマッカーシーさん、マッカーシーありがとう。昨日もありがとうね。7000級マッカーシーがお城を建ててくれました。吉川の乱、吉川の乱開幕、開幕ありがとう。明石なんせ昨日ありがとうだって。こちらこそですよ、寒い中ありがとう。なんか今日マジで目大きくない？加工とかしてないんですけど目。戻そう、現実に
戻りました。にしても大きくない今日。じゃあメイクいい感じ。怖い。シンプルに。私の本当の目は。こちらです。何話そうかな。なんか聞きたいことありますか。特に話す内容を決めずにショールーム開いちゃった。じゃあ昨日は誰と話したかな。ゆうなとハマとあやねちゃんとお話ししました。あやねちゃんの毎日メイク知りたい。今度ショールームでやろうかな。たまにメイク配信してるけど。で、そう、あやねちゃんとね席が隣でいっぱいお話しして、で会場の時も席が隣だったからたくさんお話しして、でそう帰ってからね一緒にゲームした。で気づいたらなんか、まあ、電話しながらゲームしてたんだけど、気づいたら 3時間くらいしてて、でそう途中からもうなんかゲームの集中力切れてきて、ずっとお話メインになってきちゃって、お話の方がメインになってゲームがおろかになったので、おろそかになったのでゲームやめました。って感じかな。もうなんかあやねちゃんと喋ってるとさ、すごいもうあやねちゃん話しやすいしさ、まあ、仲いいからなんか地元の友達みたいな感覚になっちゃった。なんせ長電話とかするタイプ。え、めっちゃします電話。人と電話めっちゃする。なんなら今日のね、やばこれ、今日の朝も友達と、まあ、でも 10分ぐらいか20分ぐらい電話してた。なんかさ寝る前とかさ電話するとさ、すごいあれだよね、なんか長電話になんない。早く寝たいのにさ話すことがどんどん出てきて、最高でどれくらい電話したこと、最高電話どのくらいだろう。待って、めっちゃお腹鳴る。お腹すいた。
どんくらいですかね。わかんない、5時間とか全然できる。なんかすいたの、笑わないで、人間の生理現象だから。笑われました、鼻炎。今日はでもこれから私はちょっとお仕事に行ってくるので、仕事をして頑張ります。今日も今行きたい場所、今行きたい場所どこだろう。なんかでも海外行きたいな。この前さ、公演の時にユーナと仰天と MC でタイ行った話してて、いやすごい懐かしくて、いやあの時楽しかったって思った。行きたいな。マレーシアとか行ったことないから行ってみたい。今度卒業旅行でディズニー行くんですが、おすすめのかぶり物ありますか。おすすめのかぶり物、今は何があるのか全然わかんない、最近行ってないから。なんだろうなあ。でも私がかぶってみたいのはピンクの豚のハムの大きいかぶり物、あれかぶってる女の子かわいい。可愛い。かぶりたいな。あとはなんかでもトイストーリーのやつあんまりない気がするな。私トイストーリー好きなんですけど、持ってる。今シーズン肉まん、あ、ピザまん食べた、食べてない。かぶらない方が可愛いよ。いや、かぶりたくなっちゃうんですよね、どうしても。今なんか新しいのありそう。ユニバはね、新しいのあったんだよ。新しいあのテレサのベレー帽とか。なんか声が出ない。キャストさんに話しかけたことある？あるよ。誕生日のシールもらったりとか。カチューシャじゃなくて被る方がいい。え、カチューシャも可愛いよね。注射も好きです。てかなんせやっぱいっぱい持ってるからさ、毎回買っちゃって、なんかもうそこで増やしたくないから、これ以上。なんか行く友達同士でさ合わせたりしたいけど、
毎回なんか多くなっちゃうから。持ってます。最近メンバーとはどんな話してるの？あんなお話やこんなお話をしてます。なんだろう、どんなお話してんだろうな。いろんな食べ物の話とか洋服の話とか平和すぎる。最近寒いよねとか、そうだね、ざっくり。ミスドの鎧塚パティシエのドーナツ、え、食べてない。そんなのあんの今。鎧塚パティシエ、へえ。鎧塚さんすごいもん、なんか有名な方ですよね、パティシエの。ミスドいろいろコラボするから定期的に行きたくなる。この前もピカチュウコラボしてた。ミスドの福袋って何が入ってんの？ミスド、確かになんかこの前もポケモンの福袋みたいなのあったよね。でも絶対お得だよね、多分グッズとかも入ってプラスなんか券とかも入ってんでしょ、ドーナツ引き換え券みたいな。何が入ってんだろう、あんな子って。え、地震？夢が入ってる。ほう。いいですね、ミスド。ポケモングッズとドーナツ交換券。ああ、やっぱそっか。トートバッグとカレンダーとスケジュール帳とハンドタオルと。メモ帳とあとドーナツ、めっちゃ入ってんじゃん。それでお得ですね、いくらか知らないけど。うーん、スタバもねすごい可愛いんだよね、グッズとか福袋いいよね。買ってないな最近福袋って。ワクワクする。
2400円、3600円、5900円と3種類。そうなんだ。ポンデリングしか勝たん。わかる。絶対ポンデリング、ポンデリング。あとなんだろうな、エンゼルクリーム、あとポンデリングのいろんな種類よく食べる。服の福袋と食べ物の福袋のどっちが欲しい？洋服かな。なんか食べ物は食べたいものをその時に食べたいから、洋服だったら普段着ないやつとかも挑戦しようみたいな感じのきっかけになるけど、食べ物は食べたい時にそれを食べたいかな。オールドファッションチョコ、オールドファッションハニーが好き。オールドファッションあんま食べないかな。硬いやつだよね。ジラピケの福袋とか買ってそうなイメージ。あー確かに買ってみたい。絶対可愛いもんね。エンゼルフレンチ、あ美味しいね。エンゼルフレンチあんま食べないけど、まあ、たまに食べる。意外にカレーパン、カレーパンなんてあるの？ミスドに？食べたことない。意外、意外。学生時代はクリスピードーナツでバイトしました。ああ、私もあそこのよく買ってる。最近買ってないけど、なんか昔並んでたら1個無料みたいな時があって、そこで、ね、買ってました。ナマコさばけるのすごい。でもあれなんか多分いろいろさ、本格的なお魚いつもさばいてる人からしたら全然だから見ないでほしい。超自己流だからね。ドーナツ配ってたよ俺。そうなの。完全に自己流なんでバレたくない。来週はねお話し会2日間あるんで楽しみです。1日目はねもう洋服決まってる、着る服。
2日目は悩んでるんだけど、みんなどういう系の服がいい？まあ、でも話し会さ、ほんと見えないから残念なんだよね。もうほんと、まさに今もそうだけどさ、ここしか見えないから。なんか全身モードとかあったらいいのにね。全身モードで。昨日の洋服可愛かったね。可愛かったよね。あれすごい可愛くて、メンバーからも可愛いって言われました。的に上もこ、上もこパジャマみたいな、それこそ今みたいな、これは部屋着なんですけど、髪の毛三つ編みにする予定はないですか？ないな。お話し会は自分でやるしね。綺麗めな服装も最高。確かに綺麗めあんま着てないな最近。やばい、めっちゃお腹空いてきた。どうしよう。昨日ゲームしながら夜食ずっと食べてたけど、もう朝何も食べてない。お腹空いた。マリアがインドの映画ハマってるらしいよ。え、見たい。インドの映画ってどうやって見れるの？見れるか？ネットフリックスとかで。インドの映画なんか急に踊り始めるやつでしょ。気になるよね。見てみようかな。とりあえずファーストラブみたいだよね。ファーストラブまだ見てない。なんか映画見たらおすすめする。なんかもう最新の映画とか最近何見たかな。一番最近、なんだろう。アバターが見たくてまだ見てないんだけど。でもアバターも3時間くらいあるから長いなって思いつつ、でもちょっと気になる。スラムダンクも見てないし。なんか面白いって言ってるよね。
仕事に戻ります。じゃあまたね、バイバイ。私もそろそろ準備しないといけないので終わりにします。じゃあちょっとランキング急ですがランキング読みます。13位は島アットマーク7レンジャーありがとう。12位は私アットマーク7レンジャーありがとう。11位はモモタネットさんありがとうございます。10位はジャブさんありがとう。9位は真珠色アットマークふーかゆらぎ隙間風ずんずんさんありがとうございます。8位は石のやっとマーク7レンジャーありがとう。7位は KDT さんありがとう。6位はよもやよもやだったマークうまいうまいうまいさんありがとうございます。5位は香港のケーキアットマーク7レンジャーありがとう。4位はごっちゃアットマーク7レンジャーありがとう。3位はこえんじさんありがとうございます。2位は鍋アットマーク7レンジャーありがとう。そして1位はマッカーシーだわ。ありがとうねマッカーシーさん。マッカーシーさんありがとうございました。皆さんもお仕事頑張ってください。バイバーイ。